はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。ゲームコレクター酒缶のファーストテイク。このファーストテイクは僕が久しぶりにプレイするゲーム1回だけ挑戦してゲームオーバーになったらそこでやめる、それだけの企画なんですが、今回挑戦するのはハイパーデュエル。ハイパーデュエル、はい、どうも光の加減が。ハイパーデュエル、はい、やっていこうと思います。リセット。テクノソフト。操作方法は A ボタンファイヤー、 B ボタン、A ボタンファイターか、ファイター形態に変形、 B ボタンアーマーロボット形態に変形で、A ボタンファイター変、ファイター状態でのショット、 B ボタンはアーマー状態ではショットだから、そのボタンを押すとその形態に変わった上でその攻撃をする。で、AB ボタンに同時押しでスペシャルウェポン、読めねえ。という感じですね。まあ、基本 AB ですね。で、R ボタンでアーマー形態のショットの角度を固定する。という感じです。まあ、一応まあ、そんな感じで。そんな感じで。サタンモード、アーケードモード、一回ずつでもやった方がいいかな。まあ、最初ここだったね。じゃあこれでいいな。こういうことでね。で、これで固定で、これで戻ると。まあ今のところ多分こっちの攻撃の方がやりやすいんじゃないかな。わわ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 、ああ、まあまあ多分すぐ終わると思います。あ、ロボット死んだ今。わわわわわわ、あ、ダメだ、ロボット状態で戦える気がしない。一人生き残った。なんとなく僕みたいな人はもうこの状態から変えちゃダメなような気がする。おう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 、やべえ、
そっか、こういう時に使えばよかったな。まあ今さら今あのアーマーに切り替えた瞬間にやられました。はあ、いやー参ったな。これサターンモードね。あー、名前あれ何も充填だこれ。なんかすごい中途半端になりそうな気が。あ、終わりか。終わり？ちょっと待って、これ打ちたくないな。じゃあ、え、これどうすればいいの。これ終わりか。あれどうすればいいんだこれ。わかんねえ。あれどうすればいいのこれ。終われないな。あれまあいいや。で、はあ、4文字ね。はい、よかったよかった。ということで、もう一つのモード、アーケードモード。まあ同じですから、同じでいいや。同じだから、同じって意味がよくわかんないな、言ってることが。まあとりあえずこれでいきましょう。こうやって見るとやっぱ違いがはっきりわかるっていうかさ。おお、結構この時代だとなんかこうなんだかモードってやった途端にこうね、画面がこう、まあ、縦集なんかだとね、なんだかモードによると、あの、画面を、あの、立てなきゃいけない、立てなきゃいけない、横にしなきゃいけないみたいなモードになったりするとか、結構特殊なのをやってるゲームとかあったけど、ってあんま喋ってる余裕ないかな。でもなんとなくこうやって違い、さっきプレイしたのと、ああ、なんか似てるけど違うな、みたいな、なんかそういうビジュアル的なね、変化とかを、確かに感じられるかな、という、気がするけど。ダメだダメだ、僕には無理でした。あれもしかしてあそこ当たりないのかな。まあ要するになんか同じゲーム2回やってるから2回目の方がうまくいってるだろう的な見栄えなのかしら。ダメだダメでした。やっぱロボット使いこなせないアーマータイプ。こんな感じ。怖い。
あれあんま、ちょっと進めたぐらいだとあんま変わんなかったね。いやまあいいや、とりあえず。はあ、これがエンドか。そっかそっか。あれ？よし。まあ名前入れてももうこれでやめるんだけどさ。つうわけで、まあとりあえずな、気持ちよくこう、ナンバーワンにエースになれるというね、ゲームだったという感じでよろしいでしょうか。はい。ということで、このチャンネルに応援いただける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また僕に質問があったり、こんな企画やった方がいいよとか、こういう理由でこんなゲームプレイした方がいいよなどアイデアがありましたら、ぜひコメントください。あと動画の拡散、 SNS での動画の拡散よろしくお願いします。以上、酒缶でした。